これからどうですか、これからどう変わっていって、どうやっていくかとか、うんうんうん、そうですね、僕、その自分が英語が嫌いだった、英語が、まあ、自分がこれいろんなところで言ってるんですけど、好きになったプロセスみたいなのを、なるべくこうマジョリティに伝えたいって思って、本とかを書いたんですよ。ただ、そんなの、もう星の数ほどある本の中の、何っていう、何も世の中は変わらないし、っていうのが、ちょっと今、壁にぶつかって、で、いるっていうか、一番楽しいのなんですか？これね、やっぱいろいろやってみて、やっぱ授業してる瞬間の、その、教室の教壇立ってる瞬間だって、最近そう思います。こういうの作るのも楽しいです、すごく出来上がって完成して楽しいんですけど、僕出来上がるとこれ多分ダメなんだろうな、すぐに嫌になっちゃうんですよ。僕作った瞬間やっと出ました、先生サンプル本できましたって見るじゃないですか。もうなんか直したいとか、もうすぐなんかもうダメだみたいな感じで、ここなんとかしたいみたいなっていうのが、紙媒体ってなかなかやりにくい、変えるのが、ただ授業って無限大にこう、なるほど、もうなんなら2時間目から変えてもいいみたいな、そうですね、いう、これがやっぱ一番ワクワクする瞬間だなって思って、やってます。さすが、はい、ではいろいろあって、じゃあこの英語の先生目指してる人とか、まあ、予備校は多分目指さない方がいいって言うと思うんだけどそうでもね、予備校を目指してる人もいるんですよね。そうですね、まあまあまあ、目指させてる人が、いやと思って見ちゃったら見ちゃったらね、ただ大変ですよ本当に。やっぱり批判もされますし、悪口も言われるでしょうし、悪いことなんか悪いことがついてたくさんこうね、華やかな世界に見えるでしょうけれども、 そうですね、そんなこともないと思います。なんで、まあ、英語を教えるっていうのは別に予備校じゃなくてもいいわけで、いろんなそれこそ学校だったりとか、いろんな、なんていうのね、その箱があると思うんですよね。今みたいに YouTube で、あなたが YouTuber になって、英語をね、楽しませる人になってもいいのかなとも思うので、逆に僕らが想像もしなかった分野で、なんか英語の面白さを、この、まあ、YouTube だけじゃないですけど、広めていってほしいなと。はい。こんな感じで、ね、ここから成川先生にお越しいただきました、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.